世界最大級のカルデラ阿蘇を満喫、まるで火星のような光景、砂千里の絶景コースのご紹介です。はい、今回は世界最大級のカルデラと言われている阿蘇山を、中岳1506メートルの山頂から見たいというのと、まるで火星のような光景と言われている砂千里ヶ浜、こちらを通る絶景コースを予約を早くしてきました。いくつか準備が必要です。事前に阿蘇火山火口規制情報をチェックしましょう。毎日朝8時半に阿蘇火山火口規制情報のサイトが更新されます。ここで噴火警戒レベルや立ち入り禁止エリアなどの情報が更新されます。今回は警戒レベルが1で、登山ルートが立ち入り禁止エリアに入ってなかったので大丈夫でした。はい、もう一つ、火山ガスに注意です。パンフレットにも記載があるんですが、火山ガスが発生している場合があるので事前に対策が必要です。はい、一応対策としてですね、サングラスまたはゴーグル、本当はちゃんとしたゴーグルあると思うんですけど、ちょっとスイミングのね、ゴーグルでちょっと代用しております。はい、もう一つはガスが発生する恐れがあるのでマスクですね、もしくは濡れタオルですね、あると安心です。鼻と口が覆えるサイズぐらいでいいと思いますので、ハンカチサイズでもいいと思います。登山口までのルートです。まずは熊本インターから阿蘇山上広場まで、車で約1時間です。ラストコンビニがですね、大津あたりにしかないので、事前に買い出しをしておきましょう。阿蘇山上広場です。阿蘇山上広場はですね、売店とトイレがあります。売店の建物内のトイレと、駐車場のところにもトイレがあります。トイレはこちらがおすすめです。結構綺麗でした。阿蘇山上広場から阿蘇山公園道路という有料道路を通って砂千里登山口を目指します。ちなみにこの有料道路の料金所の前には規制ランプもあるので、こちらも見ておくといいですね。緑は全面 OK、 黄色は一部規制がありということで、私たちの時は黄色で大丈夫でした。砂千里登山口です。結構火口避難休憩所まで行きがちですが、途中右手に砂千里登山口前の駐車場がありますので、ここに車を止めれます。駐車台数は 4,5 台ぐらい止めれる感じです。万が一ここの駐車場がいっぱいでも、火口避難休憩所の駐車台数は多いので、そちらから歩いても来れます。注意点です。砂千里登山口のこの駐車場ですね、ゲート閉門の1時間前に閉まるので、それまでに戻ってくるようにしましょう。砂千里では木道を作ってるみたいですね。なかなか見られない火星のような光景ですね。ここも写真の撮りがいがあります。それでは出発します。砂千里の木道がいい感じですね。階段を登って進むと火山高原の看板があります。ここまではなんとかスニーカーでも来れると思います。火山高原までは登山口から約20分で来れました。ここからはまずは南岳を目指しましょう。硫黄の香りをですね、感じたのは正直この辺ぐらいまででした。これから南岳を目指します。何回もヘリが飛んでます。観光ヘリでしょうか。
南岳かな、はい、ところどころ岩にですね黄色い矢印があったので、この矢印の通りに進みました。南岳までは急登が続きます。岩場が多いので登山装備が必須です。火山高原から南岳手前の急登を登りきるまでは約30分で来れました。この急登を登りきった後から火口が見え始めます。この辺りから中岳までのルートではどこから火口を見ても綺麗ですね。南岳まで来ると南岳と大きく書かれていた岩があったので、思わず写真を撮りました。休憩を済ませたら中岳を目指します。南岳の先や中岳に続くルートなど写真スポットがたくさんあるので、楽しい親子ハイクでした。中岳山頂1506メートル、こちらに着きました。ここは360度ビューで、絶景で、ここからさらに高岳の方にも行けます。中岳から登山口までの下山ですね、1時間40分ぐらいで降りれました。外国人の登山客の方も結構いらっしゃいました。なんせ世界最大級のカルデラですからね。結構写真を撮って楽しんだので、下山で登山口に到着したのが16時26分。結構ギリギリでした。係の人すいません。最後は火口避難休憩所を散策。楽しい親子ハイクでした。阿蘇中岳砂千里の親子ハイクの動画、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。